小松の模型制作動画は無責任垂れ流し動画です。それでもいいよって方は、ゆっくりしていってね。皆さんこんにちは。小松です。2018年一発目の動画は三社門戦車です。昨年は大変お世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。早速ですが、三社門戦車のジオラマを進めていきたいと思います。前回は石畳を作りました。が、改めて見るとちょっと高さが低い。このままだと多分線路が下にあるけど電車が端に当たるんじゃね。という突っ込み待ったなしになりそうなので、石畳の高さを上げることにしました。発泡スチロールの板を上から重ねていきます。これも木工用ボンドで接着。よりによって元旦にボンドが切れそう。店が開いてないので気合で出します。さらにもう一枚。さらにバイプッシュ。10ミリの発泡スチロールシートを4枚、40ミリ高さを上げました。側壁のプラボードも取り外して作り直します。うるさいのでカット。作り直しました。発泡スチロールには竹串を垂直に打ってた小強度アップとズレ防止をしています。線路は台座の位置でカットしておきます。紙粘土で段差を埋めてやります。こんな感じになりました。本来であれば土を作るのが先なのですが、土砂と瓦礫が混ざった感じにしてみたかったので先に余った石膏を砕いたものを巻いてやります。これをボンド水で固定。ボンド水が固まるか固まらないかのところでタミヤのソイルエフェクトを塗っていきます。これで混ざったような感じにならないかなと期待したのですが、ぶっちゃけ先にソイルエフェクトを塗ってからでも変わらなかったような気もします。レンガの壁を作っていきます。作り方は石畳と一緒、石膏を使います。やばい、石膏もなくなったぞ。いつものように墨汁を入れて強度アップと後塗装時の下地にします。バットに流し入れて板を作ります。スタンバイ。スタンバイ。硬化したので取り出します。ちょっと取り出し方が雑だったので割れまくってますね。必要なサイズは取れそうなのでいいですけど。この板をホリホリしていきます。スパチュラを使い横線を入れます。ここに縦線を刻んでレンガっぽく見せていきます。ホリホリ完了。石膏のカスを洗ってきれいにしました。これをボンドで接着します。簡単でしたが、コンビニにボンド売ってた。ここで今更、な感じですが台座をマスキングします。正直なところすっかり忘れてました。ちょっと台座が汚れてしまった。さて橋の製作に取り掛かります。まずは石畳の不要なところをレザーソーでカット。石膏の板を作って橋のアーチ部を作ります。石膏もコンビニに売ってた。現物に合わせつつ、板をカッターでカット、アーチを毛書きして、アーチ部分をカットします。形状が決まったのでここでも石膏ホリホリ、できました。
アーチの部分はレンガの並びが違うので別に掘っていきます。できたので石畳に取り付けます。橋っぽくなってきましたかね。橋の手すり部はレンガではなく石を乗せた感じになっていますので、カットした石膏板を金属ブラシで叩いて作ります。できたものをボンドで貼り付けて、橋の手すり部ができました。一部割って雰囲気出してます。ジオラマから先ほど作ったパーツを取り外して橋の内側を作っていきます。すべてを石膏にすると大変なので発泡ポリエチで肉盛り、ボンドで接着して、少し固めに溶いた石膏を流していきます。少しずつ盛り上げてアーチのところまで石膏を重ねていきます。石膏が固まったらカッターで形を整えます。こんな感じになりました。ジオラマに乗せてみました。やっと少しイメージが形になってきた。そんな感じです。今回はここまで。次回も橋を制作していきます。ご視聴ありがとうございました。小松の最新制作状況や作品展示情報などは小松のツイッターを見てね。私の所属するサークルの展示会情報は、企業屋のツイッターを見てね。